りましょう。どうもだ、けんちゃんだ。どうもです。ミミクスアナクソペロリンチョ、どうもペロアイ男爵です。はい、ということでね、今日の企画ちょっとだいぶ心痛いんじゃないでしょうか皆さん。今日の企画、大事なもの、ビーチフラッグ。ルール説明します。自分の持ってる一番大事なもんをビーチフラッグにして全員で取りに行きます。取ったやつのもんっていう感じで。おーい、第一の出店者店者。まあ、T シャツなんですけど、うん、いやこれ動画とか見返してくれたら分かるんやけど、過去の、うん、めっちゃ着てる俺これ。これは結構気に入ってるやつ。なるほどね。これあげたくないなっていうのでこれ出店させて。ほんまか。いやほんまに着てる。でもマジでほんまか。ほんまか。こいつマジや。この準備大丈夫ですか。緊張しすぎてる、やばい。緊張してますだいぶ。さあ、自分のって考えたらマジ怖すぎる。緊張しすぎて何も言われない。位置についてよー。超銀行の CM か。位置についてよーいスタート。あ、てっちゃん、残念でした。ちょっと見せてくれ。うん、あ、ちょっと待て待て。厳正ならビデオ判定の結果、到着でした。いや、マジですごかった。まあ、公平にじゃんけんで。いや、やっぱりね。決めていただきたい。勝った方が宝物をもらえる。オッケー。まあ、いや、もらっとこう。いきます。最初はグー、じゃんけん、おい、あいこで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 、おい。最初はグー、じゃんけん、よっしゃー、よっしゃー、赤の魂。あ、もうすいません、もう君のもんじゃないんで、もう早く、はい、君のもんです。そういうのいらんから。質屋行ってきまーす。Quand t'es venu dans la rue。 第二の出店者。トマヤ。はい、僕の出店物はこちらです。うわ、出た。もうでかい。まずね、靴か、うん、これやばいな。じゃじゃんじゃんじゃんと。うわ、バッシュでございます。俺今日足怪我してる。え、走れない。え、うん、もうズル向けなんですよ。あ、もうなんですよ。あ、ほんまや、マジで走れないんですよ。ほんま、僕参加しないんですよ。え、先にみんなに言ってたけど。ちょっと待って。なのに出品させられてる。あ、あげるだけ。あげるだけ。きた、運命の第二レース、いきます。位置についてよーいスタート。いい勝負でした。ほんまにいい勝負だった。まあ厳正なるねビデオ判定の結果、勝者、え、誰なの。え、え、あ、てっちゃんだ。あ、あ、ちゃんとビデオなんてしてたんか。ペロアイダーシャー、あげるー。第3の出店者、バホーン、ペロアイダーシャー。はい、僕が出店するものは、はい、開けパンドラの箱。パンドラの箱、これです。うお、伊達メガネ。伊達メガネ、アーバンリサーチと金子オプティカルのコラボ。え、いいやつな。これもで、これ2万5000円しました。高い。やばいですよ、これほんまに。それほんまに一番大事なの。ほんま一番大事。いや、嘘っぽいな。いや、あ、これガチやわ。はい、第3レース。うわ、まあ、皆さん要領をつかめましたか。まあまあまあ、はい、もう次1位の自分しか言い訳てないですね。怪我一つさせません。取る時のイメージしていいですか。はい、取る時のイメージです。じゃあ僕も取る時の、うん、ここ走って来ない。Quand t'es venu dans la rue, よーい、さらっ。あー、これ無理。あー、あー、あー、やー、やー、やー、マジで嫌や。あれ、どうした、どうした、おい、どうした。全員血取り出しちゃったぞ今。すげえ、いけど。え、おい、マジで嫌やわ。こいつの手に渡んの嫌やわ。
うわうわ俺のや最悪くっせー。第4のステージはドーマスショー。はい、僕です。まあみんなやっぱり値段はつけれるよね、物に。僕のやつつけれません。小学生の時に唯一取った空手での高槻3位というグランプリ、これですよ。これもうめっちゃ大事やね。帰らす、もう帰らそう。ちょ、これガチで大事やよ。一応帰らそう。これだけはいらんわ、ほんまに。取りに行きたくない。俺あのテレビの上にこれ置いてんねん。今日多分父さんたちもうバランス感覚失って飯食わないよ。100均とか言わんとってや。一回持たして、一回持たして。100均で売ってるわ。運命の最終レース、最後はドバッショーの、いやマジでトロフィー、ほんま命より大事、正直言ったら。どうですか意気込みの方は。いや勝ちたい、なんか屈辱を負わしたい。取らんかったらマジその場で切腹もんすね。ドバッショーの屈辱な顔見たいんで、何かならそれに行きたいと思います。1位ついて、よーいスタート。ちょっと待て、ちょっと待て、おいおい、何二人寝ぼけとんねん、何二人寝そべっとんねん。ちょっと起こすなよ、昼寝中に。もう一回ここだよ、もう一回いいですか。あ、オッケー、もう一回だけ行きます。はい、1位ついて、よーい、サラよし、オーケー。俺の命より大切なもんやね。確かに百均に売ってるかもしれんけど、値段はつけられんのよ。おーい。これ持っていくの大変やねん。片手終わり、終わり、ありがとう。いや、よかったな、ペロも靴。あ、まあ、靴は嬉しいわ。そう、悔しい。メガネ悔しい、メガネ悔しい、マジで T シャツ悔しすぎる。まあ、次さ、第2回はさ、うん、もうこいつ抜きでやろうぜ。うん、そうや。